ドクター、チャンが支配する海域は抜けたかもしれんが、これで終わったわけではない。負傷者すべての手当てをする余裕はありません。ドクター、チャンが支配する海域は抜けたかもしれんが、これで終わったわけではない。負傷者も持ち場に復帰させれば、犠牲者の中にトゥームストーンはいませんでした。そうか、よし、わかった。他には？彼らは捕まったのかもしれません。相手はチャンだ。捕まったら生きてる可能性はないだろう。 上海での作戦だ、レッカー軍曹。どんな任務なんだ。美国佬門可以开口了吗？来，给我抓进来，给我坐好。2670，三个人杀害你的任务は何で？ キンブロエリシュ・グレブス軍曹だ。そいつに手を出すのは寂しさか。そうはいかんな。レッカー、レッカー、しっかりしろ。レッカー、てめえのその腕ぶった切ってやる。スパイの反乱も見つけ出してから全員まとめて叩きのめす。あのクソ天使もだ。天使、 誰の天使だ。お前壊れてんのか。行かれてると思ってんだ。大したやつだ、嘘じゃない。やつは生きてるのか。お前の船はバルキリーだったな。何、一体何言ってやがる。誰に上海から連れ出されたと思っている。はっ、また見しゃくし。 レッカー、レッカー、そう呼ばれていたよな。お前はジンジエについて何か知っているな。奴らの話を聞いたんだ。お前やジンジエのことを、お前が何か知っていると言っていた。おい軍曹、起きろ。お前はアメリカ人だ、忘れるな。 祖国はお前を助けに来ると思うか。いいや、お前はここで腐っていく。俺を見れば分かるだろう。俺を信用しろとは言わん。だが一人では何もできないだろう。鎖の強さを決めるのは最も弱い部分だ。 お前は強い。ここから抜け出すのに必要な技術もある。だから信用する。わかるよな。このクソダメの匂いが気に入らない限り、お前の人生はあとわずかだ。 核爆発さえ生き残った者、例えば俺だ。 自由のために、つまりお前だ。どちらもこんな監獄では死ねない。そうだろう。ついてこい。そう、手を置く場所に注意しろ。登れ。 急げ。向こう飛ぶしかない。こっちの階段、パイプに上がるんだ。飛べ。
よし、今日もすぐに生き残るぞ。中尉、お前が死んだら終わりだ。死体なぞ役に立たん。中央のタワーで手動ロックを無効にできる。あそこからどこでも開けることができる。中尉さん、警備を片付け、静かになる。エゴス、前進してロックを解除しろ。サーチライトを避けろ。スイッチだ。
上がれ。行くぞ。待て、ハック。ハックは置いてくなんてできるか。行くぞ、ついてこい。さあ。ハックは奴らどこに連れてきやがった。お前何を言ってるんだ。この先にエレベーターが。脱出方法はこれだけだ。ハックを置いていけねえよ。いいか。くそ。奴らを倒せ。制圧するんだ。助けてくれるんだ。いや、助けられているのは俺だ。このシャフトを降りてからずいぶん経つ。こいつは誰だ。相棒だろ。安全か。ここはシンガポールだろ。ジョークか。面白いやつだな。俺はアイリッシュ。お前はレッカー。パック、パックは、ああそうだった。何が起こってる。見当もつかんか。大将様。知らんよ。すぐに分かるぞ。先に行かせよう。弾よけだ。こいつについていくしかない。信用できねえかな。一点もいけるというか。
集中するぞ。クリア。でどうする。今だ。コントロールルームへ。コントロールルーム、そいつはどこにあるんだ。ゲートのそばだ。心配するな、俺に任せる。入れ。ほら行くぞ。急げ。どこだ。よしいぞ、これでいい。こいつがうまくいくといいが。この日を、俺はずっとこの日のことだけを考えてきたんだ。もう体はボロボロだ。今のなんて言ってんだ。ヘリコプターだ。ゲートを動かすまで時間がいる。聞こえんじゃねえか。ヘリだ。ヤツらはすぐに来るぞ。備えろ。クレイモアでも爆薬でも何でも持っていけ。上空にヘリだ。来るぞ。やるからだ。行くぞレッカー。熱いなんてもんじゃねえぞ。攻撃する。食い止める。クリア。全員倒したぞ。くそ、きつかったな。大丈夫か、レッカー。急げ。倒しろ、主人。ゲートを開けろ。ああ、分かった。分かってるって。ガーシンも開いていく。おお。おい、止まっちまったぞ。上々だ。下をくぐれるだろう。足りない。ああ、十分だな。レッカーは先に行けよ。随分暗いな。助けられたところだろ。落ち着いて。よくも見捨てたな。死刑を捨てろ。説明させて。ざけんな。真偽のかけらもねえチャンの犬が。違う。チャンはジンジエを殺したかった。私の任務は彼を守ることだった。それでどうなった。やざ死んじまったぞ。違う、死んでない。いい加減にしろ。ガキども、このままここで死にたいのか。ほら行くぞ。銃を取れ。喧嘩は後は急げ。信じられねえ。そろそろここを出るぞ。軍曹、ゲートを開けるのを手伝ってくれ。
レッカこれをあなたにタックスキャナーを取っといたのか寒いったらね一体どこなんだここかあれを見ろ自由だハッ韓国にはおあつらえ向きの場所だタワー付近に敵のパトロール気がいい隠れ身になるダメだ射程物に隠れて進め奴らを倒し
移動しましょう。また警備だ。バルキリーに乗ってる。つまりお前の天使か。ええ、CIA の偽装工作。チャンが彼の居場所を知ることは中国には死活問題。中国なんて知るか。船に乗ってる全員の危機だ。俺たちにできることなんてないぞ。お前誰だよ。こいつは一体何なんだ。大した作戦だな。ヘリだ、こっちに来る。俺は生きる。ロシア野郎は死んだ。少なくとも自由になって死ねた。立って、道はまだ長い。